ばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。ゴールデンウィーク明け、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、5月というと5月病なんていう言葉も浮かんできますけれども、今年は休みが長い人が多かった分、それが倍増してしまうのかどうかなんていうところも気になりますけれども、一方で、最近気になったニュースでいうと、いろいろこう読んだところでいうとですね、僕の生活に関わるものでは、アマゾンの値上げのニュースはね、結構気になりましたね。要はアマゾンプライムっていうアマゾンがやってるサービスの、まあ料金の値上げが発表されたんですけれども、ね、年会費でいうと大体1000円上がったというところで、まあアマゾンプライム、僕はもうなんていうか普通のものになってしまいましたけれども、やってない人もいるでしょうからあれですけれども、まあアマゾンで物を頼んだ時に配送を頼ん でそれの時間帯とかをね、日時指定が結構細かくできるサービスとか、まああとは本とか音楽のサブスク的なサービスだったり、あとはプライムビデオね、あのビデオが、まあ、これは結構そのプライムに含まれますよっていうやつは見放題だったりして、まあアマゾンプライムはプライムビデオと、そして僕はその日時指定ができるっていう利点でね、ずっとここ何年も入ってますけれどもね、まあもう今回のニュースを受けても普通にそのまま、加入し続けるとは思うんですけれども、結構なんか最近値上げのニュース見るなと思って、なんか前は東方シネマズのね、映画の、鑑賞料金の値上げのニュースも、あそうなんだと思ったし、ネットフリックスもね、前あのプランの料金の値上げっていうニュースも見ましたし、なんかねこういういろいろな、最近出てきたサービスとかの値上げのニュースを見るとね、まあまあまあ必要だしみたいのでね、僕も入り続けるなって思って、その人々の生活に重要なものにいつの間にかなってるっていう。前はだってそんなね、前って言ってもね、もう言語も変わりっていうところでどこまで前かっていうのは難しいですけれども、そんなね今日頼んだものが明日来るなんていうのは全然当たり前じゃなかったわけで、それが宅配ボックスに入ってるだろうなんだろうっていうのはね、考えられなかったことが実現し、それを体験してしまった今、それを手放せなくなっていて、値上げと言われてもまあ払いますねみたいな感じになってるのがね、こういろいろ考えたくなるような議題というか、それが強いなって思いますね。もう欠かせないって思っている状況がね、だから値上げって言われてもまあ払おうかなっていう風に思うっていうね。だからね、これ前から僕言ってるんですけどね、システムを握りたいっていうね漠然とした無闇やたらと漠然としたね、このシステムなんか言葉間違ってる気がするな、うまい言葉見つからないんですけども、なんかこういつの間にか欠かせなくなってる。生きるか死ぬかというとね、こう水なり食べ物なりとはまた違うった意味でのなくてはならないもの。いやネットフリックス見たいしなとか、アマゾンプライムね重要だよねみたいな、そういうものをね作り上げたいなと思って、作り上げたいという何にもないですけどいつかね握ってやろうと思ってますけどもね、その際はねちょっと値上げしても皆さんついてきていただければと思いますけれども、ゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。お便りを紹介していこうと思います。ラジオネームミレイさん、外国人21歳って書いてありますね。ああそうなんですか。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。最近私はパン屋でバイトを始めました。なるほど。別にパンに詳しいとか経験者とかそういうわけではありません。私がパン屋を選んだのは、私が好きなアイドルの子供からの
二つ目は、寂しさをなくす系。これどうやってなくすのかっていうの難しいですけど、単純にこう、誰かといれば寂しくないのだとするのならば、恋人なり友人なりと一緒に暮らすみたいなのは一つ考えましたけど、まあ友人もだっていない、っていうところって書いてありますもんね。見知らぬ土地で全く友人もいなくて寂しくて辛い毎日ですって書いてあるし、そういうことは恋人いて全然会ってますとかだったら書かれると思うので、それもまあ難しい状況なのかなということでね。まあ一緒に暮らしたら暮らしたでね、面倒なこともあるかもしれないんでね。ちょっとこの辺は状況つかめないので、答えとしては難しいところですが、まあ寂しさをなくす系のは一つあるのかなと思いましたけど、そんなところかな。まあインプットの時期として活用してみるっていうのが答えかな。ホームシックから抜け出すっていうのはね、それはその時間も必要かもしれないですね。15年間いた場所から、住む場所が結構ね、東北から関東ですから大きく変わり、東京都内で引っ越すわけじゃないですもんね。で、仕事も変わって人間関係も変わってっていう見知らぬ場所、人間関係がなくなるわけですから、これはね、多少の時間もね、必要なのかなと勝手ながら思いましたね。とは言うものの、このメール3月中旬にいただいていて、お仕事も4月から始まっているということで、結果どうなったんでしょうね。いろいろお友達なり何なり人間関係とか、良くなって楽しい日々を過ごされていることを願いますけれども、お仕事どうでしょう？順調でしょうか？ぜひぜひ、この答えも活かしつつ楽しく生きていってください。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。5月入ってきてということは、例のビーツのワイヤレスイヤホンの新作出るぐらいなんじゃないですかね。俺買うのかな。もう。Bluetooth イヤホンあるのに買うか買ったら買ったでね、またね感想紹介したいと思いますけれども、どうなんでしょうね。でもちょっと待ったらまた新製品、違う会社から革新的な新製品がみたいなね。これは本当に時期を見極めるのは難しいですね。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net、 one@joqr.net。番組公式ツイッターアカウントは、@one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。